テニファンの小村です。というわけで週刊テニス日本男子、ちょっとね隔週みたいな感じにちょっとなっちゃってて申し訳ないんですけれども、先週1週間の日本人選手の活躍状況をお伝えしたいと思います。では早速行ってみましょう。テニファン。でまずハイライトといいますか、主に先週目立ったところとしてはですね、西岡良仁選手、今マイアミで行われているマスターズ戦で、予選から勝ち上がってですね、3回戦進出でした。残念ながら、3回戦で、南アフリカのジョージ・ハリス選手にですね、すごい惜しかったんですね、6-7、6-4、5-7というところで、あと一歩というところで、西岡選手もですね、試合後のツイッターで、敗因については、ほんのちょっとその運が足りなかったっていうことを言っていたので、本当その通りかなというふうに思いました。はい、それと、あと望月勇輝選手ですね、中央大卒でプロになった望月勇輝選手はトルコのアンタリアで行われた ITF ツアー1万5000ドルで、見事優勝されました。同じ大会に出てた川上凛平選手がベスト4まで進んでですね、日本人選手同士の決勝戦ちょっと期待したんですけれども、川上選手は準決勝でイタリアのフェラーリ選手に1-6、7-6、0-6というスコアで負けてしまって、そのフェラーリ選手と決勝戦、望月勇輝選手と戦ったわけですけれども、3-6、6-1、6-1ファイナルでの勝利ということで見事優勝されました。で、素晴らしいことだと思うんですけれども、私的にはですね、それよりもちょっと今週先週注目していたのはですね、杉田祐一選手がツアーに復帰したということで、試合にですね、久しぶりに試合に出ていました。で、杉田選手はスイスのバイエルというところで行われたチャレンジャーですねで、に出場していて、1回戦、ドミニク・ストリッカー選手、スイスの選手と対戦して、残念ながら 6-7、1-6 というスコアでした。で、ストリッカーっていう選手、これ皆さんご存知かどうかあれですけれども、今年1月の末から2月の頭にかけて、コロンバスで行われたチャレンジャーで、その次の週がクリブランドで行われたチャレンジャー、この2週間の戦いで、いずれも決勝戦で西岡選手と対戦した選手ですね。で、1週目が西岡選手が勝って、2週目でストリッカー選手が勝ったと、そういう選手なんですけれども、それと杉田祐一選手は今回のバイエルのチャレンジャーで1回戦に当たったわけですけれども、この試合をね、チャレンジャー TV で見てました。で、ファーストセットはね、すごい惜しかったんですよね。セットポイント多分3本あったんですけど、ちょっと取り切れず、惜しいところでですね、セットを奪われてしまって、セカンドセットそのままと。ただ、久しぶりの試合でしたが、試合感が鈍ってるとかっていうのはね、多分ないんだと思います。しっかり、トレーニングも積んで、試合に臨まれてるんだろうなと思っているので、すごくね、ストリッカー選手っていうのは本当にサーブもストロークも速くて、もうドカンドカンっていう選手なんですけど、杉田祐一選手はそこまでそのドカンドカン系ではもちろんなくて、ただサーブがねすごい、センターに特にエース取れてたサーブとかすごい良かったですね。スピードはそんなに速くないんですけど、コースでしっかりエースが取れて、フリーポイントも取れてたので、すごくいいんじゃないかなというふうに持って見てました。彼とは日本リーグで1回2回対戦したのかな、全然世代が違うんで全くあれですけれども、対戦していただいた、はい、ですけれども、個人的にもね応援している選手ではありますので、彼が久しぶりにこの試合に出てきたっていうのは僕にとってはすごく嬉しいことでした。はい、今週も引き続きいいチャレンジャー出てるみたいなので、応援していきたいなというふうに思っています。で、番外編としてですね、ちょっと面白かったのが、オーストラリアのキャンベラの2万5000ドルに出ている竹内健人選手と、岡村一成選手、1回戦でですね、対戦してるんですね。竹内健人選手から、5-7、6-2、6-2で、竹内選手の勝利ということなんですけども、今週同じくキャンベラで、また2万5000ドルが次の大会としてキャンベラ4というのが行われているんですけれども、なんとそこでもまたこの2人1回戦で対戦するというこの巡り合わせ、日本人選手同士が対戦するということ自体はそんなに珍しくなくなってきたんですけれども、同じ組み合わせが2週続くっていうのはなかなかね、こう1回戦で、しかも1回戦で続くっていうのはちょっとなかなかないかなと思って
ていて、岡村選手がリベンジを果たせるかどうかみたいなところもですね、注目をしたいなと思っています。また来週お届けできたらなと思っています。それ以外の選手の結果はすべて下の概要欄の方に書いていますので、もしよろしければですね、ご覧いただいて、お気に入りの選手がいたらですね、ウォッチしていただけるとありがたいなというふうに思っています。はい、というわけで今週は以上となります。また来週以降もよろしくお願いします。ありがとうございました。